赤字もバイル負け、もらったチャンスもクソ采配で台無し。村林のヒットがライトゴロになったのは相手のファインプレーと割り切れるが、我々のセーフティスクイズに何の意味が。今日の先発太田の走塁ミス、フランコのスタメン戻し、ライトゴロが問題。太田のミスが多い、多すぎる。ライトゴロは打球の兼ね合いがあったから仕方ないと思うけど、その後はもう少しやりようがあった。あのライトゴロのイニングが全てでしたね。采配ミスもそうだし、チャンスで決めきれなかった打線も良くない。今日の先発は太田と石井の采配ミスだな。無視マンでライトゴロと得点圏悪くない小国スクイーズはちょっとね。また打たないクソ打線に戻ってんじゃん。毎年毎年今度こそいけるかってタイミングって失速するのはもはやわざとやってるんじゃないかってレベルなんで、最初から信用してません。ミスばっかしてんだから、たまには打てや太田。あそこのコブちゃんへの見え見えバント指示が全て投手陣は頑張ってたと思う。監督の凝り固まった起用と采配が面白くないです。ライトゴロもだけどバレバレなのにスクイズやるのもどうかと思うわ。連敗しなきゃい。明日からまた連勝しよう。まあ今日はしゃあない。連敗しなければ問題ない。今井が良かったの割り返するが、いい加減なんとかならんのか。もう終わりだよこの球団。もうええわ。ご視聴ありがとうございました。